に上がってまいりましたが、優勝ということになりますとちょっと無理です。この選手がグロシェコワ選手であります。15歳です。日本初登場。1989年の9月といいますから、今年の前走選手権で個人3位になったと当人は言っておりました。ただし世界選手権はリザーブ補欠であるということも言っておりましたが、この前走選手権3位というのがちょっとはっきり分かりませんけれども、3位に入ったそうです。コーチは先ほどもちょっとご紹介いたしましたエルビラ・サージ、もう体操ファンの方ならば昔の名前を覚えてらっしゃる方がいらっしゃるんじゃないかと思いますが、実は中日カップにも4回目ですか、確かサージは来ております。その当時はツリシエワの全盛期でありました。さあグロシェコワ選手ですが、この人が加納さん、練習ではすごい大技見せてましたですね。そうですね、はい、もう次々ともう、10センチの台の上とは思えないような技をしましたね。そうですね、それを一つ抜かずにやってもらいたいものでありますが、こういうジャンプ系の姿勢が素晴らしいですね。あ、そうですか、はい、通ってひねった、あっと落下、惜しいな。あ、ラシェノワ選手は 9.937 が出ました。 39.711 ラシェノワ選手は優勝であります。あのひねりは決めて欲しかったですが、ですね、練習中でも随分落下してましたね。そうですね、今のような姿勢の技も綺麗なんですよね、それだけもう動けばもう絵になる、もう素質を兼ね備えてるんですね。まあ、それもまあトレーニングの成果だと思うんですけれども、厳しいまあ柔軟運動ですとか、はい、そういうのも伺わせますね。ここからも、ね、おっと横向きで、そうなんです、縦向きでも後転跳びは落ちる選手も中にはいるんですけれども、はい、10センチの間でやるんです、ね、そんなことできるんですね。だけどね、びっくりしますね。これは審議に今回の大会の審判会議でも申請されたそうですよ。そうですか、はい、後ほどスローモーションでご覧いただこうと思います。今のは新技です。今ムーンサルト、後転飛び2回連続からのムーンサルト、これは驚きました。途中のあの1回ひねりの落下はちょっと痛いんですけれども、そうですね、